これ、今から食べる。全部は食べないよ。全部は食べない。ただ、ティラミスを食べる。コストコのティラミス美味しいんだよね。いただきまーす。ぐわっ！背広にバッサーって、チョコレートの粉。うん。うまーい。これね、ティラミスあんまり好きじゃないの、苦いから。だけど、コストコのティラミスは好き。あんまり苦くないから。うん。うまい！甘いね、コストコのティラミスは。もうね、掘っても掘ってもそこに届かない。重い！これ今撮影のために手上げて持つようにしてるんだけど、重たい！内容量 1500g だって。1.5kg だよ。 1.5kg のティラミスが1280円だった。安いね。こんだけ1280円。コストコはいいよね。何でもでっかくって。コストコ行ったことある人もいると思うんだけど、食パンこの大きさ。これで558円だって。これポテトチップ。これね、いくらだったかな。700円しないよ。これ 907g 入り。ほぼ 1kg だよ。もうこれ枕だよ、大きさ的には。枕。これまた美味しいんだよね。よいしょ。コストコはいいよね。楽しいよな。なんかテーマパークみたいで。ようやくそこが見えてきたよ。うん。うまい。うまいな。これを切り分けないで、これごと食べるのがいいんだよね。ケーキもホールで買ってきて、あれを切り分けずに、丸いまま食うのがいい。こんなの、ほっといたらいつまでも掘り進めて食っちゃうよ。重い。左手が痛いんだけど。おろす。別に、この動画は食レポとかじゃない。単に、俺がティラミスを食いたかっただけ。うん。うまっ。うまい。超うめえ。コストコってね、あんまりないと思うんだけど、行けるところにある人は、この 1.5kg のティラミス買ってみて。これほんとうめえから。これおすすめ。苦いのが苦手なハイドでも食える。だから、お子様味かもしんないね。甘い。かなり甘い。心配なのは、これを全部食い切れるかっていう。いや、でもね、これはね、うまいから食っちゃうんだよ。これ全部。うん。今俺これぐらい食ったんだけど、これでももう一人前ぐらいいってるよね。普通のコンビニに売ってるぐらいの。コストコのティラミス食ってるだけの動画でした。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。